た。気をつけてくださいね。この木が。うん。ギリギリやね。入った。ここは。あ、本当だ。もうギリギリだ。ギリギリ。皆さん返してくださいね、ちゃんとね、バスの方に。何時ぐらいに入って？え、5時から。5時から。はい、皆さんこの階段一番きついですが、頑張って登りましょう。
ちらに見えているのが弥勒堂でございます。この弥勒堂に祀られているのが、祀されているのが弥勒菩薩立像様です。弥勒菩薩立像様はこの室寺で一番古いとされている仏さんです。時代が奈良時代、後期から平安時代にかけての茅の一木造りの仏さんでございます。重要文化財になっております。そしてこの弥勒堂の弥勒堂自体もですね、鎌倉時代に作られておりまして重要文化財となっております。それではこちら金堂なんですけども、金堂の仏さん、ご本尊さんは釈迦如来立像になります。四字巡礼の、最後仏となる仏さんでございます。悟りを開いた仏様ということでお釈迦様を指します。今から、お釈迦様の御神言というのを三遍お唱えしますので、ノーマクサマンダボダナンバクって三回言います。三回言うんで、ついてきてください。よろしく、ついてきてください。はい、もうじお釈迦様のご神言にはノーマクサーマンダーボダナンバク、ノーマクサーマンダーボダナンバク、ノーマクサーマンダーボダナンバク、ワニシークラブフギュア一切がとしじゃあカイフルジョーズボー。はい、介護物となる仏様のご神言三遍お唱えしました。真ん中の、仏さんがその釈迦如来立像でして、2メーター34センチもある仏さんでございます。平安時代に、作られた仏様で、茅の一木造りの仏さんでございます。このお釈迦様の、板光背も合わせまして国宝となっております。そしてお釈迦様の板光背の真後ろにはもう一つ国宝が、はめ込まれておりまして、太釈天曼荼羅の遺体が、はめ込まれております。ただ太釈天曼荼羅の前にはお釈迦様がいてはりますので、実際見ることできないんですけど、真ん中の方に小さい額がございます。それが太釈天曼荼羅の中心部分を、写した、写真となってますので、後で見ていってもらえたらと思います。お釈迦様の向かって左には文殊菩薩様、お釈迦様の向かって右には薬師如来立像様がお立ちですけども、2体とも平安時代に作られた仏様で、今度は重要文化財となっております。手前にいらっしゃいますのが十二神将さんの半分、6体ですね、こちらにおられます。もう6体は下の宝物殿におられます。この十二神将さん、鎌倉時代に作られまして、ヒノキの寄木造りになります。右から江戸が当てはまっておりまして、ねえ、牛、馬、猿、犬、イノシシの順番で並んでおりますので、羊です。羊はそうですね、宝物館ですね。見ていってもらえたらと思います。それでは、こちらから上がっていただき、この金堂の外をぐるっと回って一周してそこまで行きましょう。龍が映し出されております。この五重塔は、法隆寺について古い五重塔で、日本で一番背の低い五重塔で、観光をしておるところなんですが、平成10年には台風で被害にあったんですけれども、平成12年には見事な姿を取り戻すことができて、今現在に至っているということです。また21日と覚えていただきまして、皆さん、お参りいただければと。55分出発ということで、
ったか、うちらの住人。髪の張っていこう、思って。ああ、大変だ。いけ、ご近所様やもん。ちょっと待ってくだ何時になったの？ここでは始めるよ。ここやろな。ここやろな。え、ヒコロさんがいたの？そう、ここやろな。ご両さんも庭におるし。